では見事その田金杯をラッキードリーム号で制しました下原治之ですおめでとうございますありがとうございますレースの後関係者とともに笑顔がはじけてましたどんな気持ちでしたかもう嬉しいの一言でしたはい。今日開始までまたがった段階でこの馬の状態どんな風に感じられたんですかどん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 良くなってきてるっていうのが感じられましたさあそんな中スタートでしたけれどもスタートはどんな感じでしたか もう五分のスタートを切ることだけ祈ってました。もう新しい先生もあのゲート裏来てお,お持ちしてもらっててもうそればっかり考えてました。実際そのスタートはいかがだったでしょうか。そうですね。もう十分出てくれてあの前回ぐらい出てくれたんでもうあとはレース組み立てていくことに集中しようと思いました。えー、スタートして五十メートル、百メートル、下原ジョッキ距離距離と周りを見渡してましたが、そうですね。あまりにちょっとイースタートだったのかまあ。 2、3頭見えただけでどういう並びになるかなと思って、まあ外も確認してたんですけど、まあ後からちょっとクリノが来た時はびっくりしましたけど、まあでもそれもペースだけ守ろうと思って乗ってました。仁義の一人ももちろん気にはなりましたよね。相当気になってましたけど、やっぱ自分のペースで行こうと思って乗ってました。仁義がどのポジションいるかっていうのは全然わからないままレース進んでたんですか。そうですね、もうスタートして見えたのはもう。 西馬ともうあの信号が見えて、はい、その2頭を見て組み立てようと思ったときに栗野が来たんでちょっとひやっとしましたけど、まあ、正直、あの時は神器が来たんかなと思ったんですけど <laughs> まあ落ち着いいて乗ろうと思いましたさあ道中はその吉原直喜の国の女神ですがどんどんと後続話離していく逃げになりましたそんな中、好意にいましたけどもどんなことを考えながら改めて乗ってたんですか。まあ慌てず 追いかけずでも射程圏にはとりあえず入れようかなって向こう上面で思いました。さあその向こう上面から徐々に差を詰めていく展開になりましたけれども合算というのはどのあたりで出したんですか。そうですねもう並びかけてちょっとふわつくところがあるかもしれないのでそこだけ気をつけてもう直線しっかり追いました。もうその時は人間のことは考えずにという感じだったんですか。そうですねもう最後はちゃんと足使ってくれる馬だと思ってたんでもう大丈夫だと思ってました。 さあその大丈夫という直線はもう後続6馬身というねやはりこの馬の強さ見せてくれましたねそうですねもう同栄三冠馬すごいと思います、はい、改めてこの馬の凄さはどんなところですかそうですねあの折り合いがねつきやすいっていうところがとりあえずはいあとはゲートは課題ですけどもういいポジション取れば常に勝ち負けだと思います まあ、仁義は今日出遅れて、それでもまあ、二着に追い込んできました。まあ、世代交代というのはね、完全には言い切れないかもしれませんけど、それでもジンギを二度連続で破ったというのは、これ大きいですね。そうですね。あの、素晴らしい馬だと思います。来年に向けて、夢が広がりました。そうですね。あの、馬主さんも調教師さんも、あの。グレードレース行きたいということなので、また乗せていただけるように頑張りたいと思います。えー、そして、この秋から、ご覧のように、ファンの前でのインタビューというのもね、復活しまして。島原十期のインタビューも三年ぶりになりました。 今日寒いの中、寒い中ありがとうございました。あの、まだまだ年末も大きい重所あるので、あの是非とも足を運んでください。ありがとうございます。下原修樹でした。おめでとうございました。ありがとうございました。